ケモンソルジャーの A0 です。つないです。先日開かれた竜王戦2024の生放送ではポケモンバトルに特化した AI ポケモンバトルスコープという機能が導入されていました。画期的だね。よく将棋とかだとね、今 AI 使ってっていうのがあるけど、それがポケモンでできるようになりましたと。そのおかげで画面を見るだけで今どういう状況なのか、プレイヤーどっちが有利なのか、最善の手は何なのかみたいなのが分かりやすくなったんですけれども、実際この AI がどれぐらい優秀だったのかっていうのはあんまりポケモン詳しくない人だったら分かりづらいよね。最善って教えてくれるのが AI なんだとしたらね、それ間違ってたらね、詳しくない人は判断できるわけがないもん。というわけで今回は私たちポケモンガチ勢がこの AI の候補手が正解だったのか、それとも不正解だったのか評価していって、結果としてこの AI の精度がどれぐらいのものなのかを見ていきたいと思います。ではまず1回戦、おろしポンズ選手とガリレコード高井さんの対戦です。この配信してる時に対戦してたから見てないんだよね。AI の1戦目がこの対戦だからさ、うおー何パーセントうおーみたいな感じで見てたけど、ガチグマブラス対面でガチグマがちょっと有利って判断されてるの面白くない？このガチグマがドクテラスのお盆だから、テラスサル切ってブラッドムーン打つ選択に対してはウーラオスはちょっと不利っていう。そうだね。裏的にもガチグマそんな受かってなくて、オロシポンズさんの海竜がスケショウ自身身代わり竜馬いってドラゴンテラスだから、俺海竜引きは違うよな、さすがに水流連打が丸な気がするよね。だからこのターンは高井さんの AI は丸、オロシポンズさんの AI は×で、状況としてはまあいいんじゃね、わかんねえこんなこの初手じゃまだ対戦。結局初手は高井さんがテラスタル、高井さん側の AI は最善を選んでいたと。で AI 通りの選択を高井さんはしたと。結構硬いねこのガチグマ。そして2ターン目、高井さん側のガチグマは大地の力、まあ、あくびとか月光とか打って体力管理する方が、まあ、いいんじゃないかなっていう気はするけど、おろしポンズさん側にあくびをなんかどうこうできるポケモンがいるわけでもないし、大地が一番っていう感じはあんましないけどね。おろしポンズさん側は真空波ないの分かってるから、まあ水流連打が一番なのは、大地読み海流にあくびとか入れられたらもうあちゃーって感じだし、シャーなしウーラオス切るしかないんじゃないかな。高井さん側は丸三角、強気に×という話もあるけど、まあ三角でいいんじゃない、何とも言えない択。おろしポンズさん側の AI は丸、状況は高井さんによっているが、よってるそうだな。このターンにおいては丸で、おろしポンズさん水流連打、高井さんあくびをしている、ちゃんとしてる、産まない普通に偉いな AI に逆らってる。3ターン目は高井さんは月の光 90% で、おろしポンズさんは抗体インファイト水流連打がほぼ同じ。おろしポンズさん側難しいよね、このガチグマをどう突破するのかっていうのが。ただここ引いたところにブラムとかぶち当たったら多分ゲームが壊れちゃうから、切るしかないけど月光きついなみたいなことを多分考えてると思うんだけど、でも海流に抗体はねえよな絶対。引くならガチグマとかキラーフロルとかいうタクもまあギリあんのかな。高井さん側はもう月の光まあいいんじゃない。じゃあ A が丸で B が×、状況はまあ丸か、まあまあいいんじゃないですか。ウーラオス水流連打、ガチグマ月の光と、でウーラオスは寝てしまい、この次はガチグマブラッドムーン、ウーラオス水流連打。このターンウーラオスは何してもね一緒だからね、交代するか突っ張るかだけだから。でガチグマブラッドムーン押すのか、交代ブリジュラスも今わかんないけど、これちょっとめちゃくちゃになってるな。高井さんが×、モロシポンズさん側は丸、状況も丸、寝てて月ヒカでガチグマ満タンになって、でそして次のターンが高井さんはブラッドムーン、オロシモンさんは交代海流。交代海流はちょっとおしゃれすぎるな、意地でも交代させようとしてくる。オロシモンさん側の海流身代わりあるから、あーなるほど、ね、第一に出して透かして身代わりであくびかブラッドムーンどっちか透かして、で次身代わり安定になるみたいな。まあ確かになくはないのかこれ別に、まあ水流でいいと思うけど、なしなわけでもないのかもしれない。交代回流を押すんだったらここを、まあ、ブラッドムーンを押す方がいいのか、じゃなくて大地でいいと思うけどな。まあ、大地に回流出てきてもまだ別に負けるわけでもないし、高井さん側はまあ三角、おろしポンズさん側は交代回流と水流連打ほぼ一緒だから別にあれでもいいけどな。
まあ確かにどっちも正解ですよということで丸にしておいて、形勢判断も丸で、そしたらウラオス即置きして水流連打、これかなりでかいね、この最速置きは。そして大地の力で倒す。オロシポンさん側のこの 31% が動きそうだけど、そうだね、一匹倒されたわけで、でこの後ガチグマが出てきて HP の実数値同じだから素早さ次第か。この S がさ分かんないわけじゃん、お互い、うん、これをどうやって判断するかめっちゃむずいよな。 AI もそこまで知らないだろうしな。そうね、努力値配分とかまでは入ってないよね、事前情報として。 AI の分からない、一応パーティー登録はしたからそのステータス読み込んでるんだったら、あーなるほどそれ次第なとこあって、そこ分かんないから、まあちょっと努力値より分かんない前提っていうことで考えると、でも耳毛交代88は違うけど、 88% なんだったらあれかな、努力値入ってるのかな。オロシポンズさんの方が絶対に早いっていうのが分かってるってこと、分かりきってないとこの数字は出ないか、まあ分かんないけど、そういうの関係ないよく耳引き引けって思ってるのかもしれないけど、うん、まあ耳引き引きしてもいいけど、なんかどっちかっていうと水君交代とかの方がなんかいいよね気するけど、これ穏やかでしょ。うん、じゃあ高井さん側は×で、オロシポンズさん側は丸、形勢判断は丸。そうだね、ガチグマ出してることが分かった瞬間5分近くなったもんね。でこのターンはオロシポンズさんのガチグマが先制。これで結構オロシポンズさん側に形勢判断動きそうだけどね。そうだね、テラス切ってて、まあ、2-2 でテラス残ってるガチグマにめっちゃ有利だみたいなポケモンもあんまいないし、そして高井さんはここでこの世猿を死に出し、これで形勢判断がもうオロシポンズさん 80% になった。ドカーンと動いた。この世猿の方がシャドウクロインファ命がけ激凛、ガチグマがちゃんと HP ぶっぱしてるから命がけで落とせないっていうのを含めてオロシポンズさん側に寄ってるのかなっていう気はする。まあ、ただガチグマが H 振り切ってるかどうかわからないから、テラスも残ってるわけだからね、命がけのが優先度は高そうかな、インファイトよりかは。でオロシポンズさんは大地なのか、大地はないわ、ブラッドムーンでその次はクビみたいな感じだよな。大地が1位はないからこれは絶対違うな。じゃあ両方とも×で、形勢判断はこれも丸かな。丸、まあ、80まで寄るのかちょっと難しいとこだけど、まあまあまあそんな間違ってはないかな、丸でいいかな。さあここでおろしポンズさんはガチグマを引っ込めて羽ばたく紙を出す。これ型分かってたらそうするよね。もうスカーフこの夜猿がオープンシートでボコボコにされる瞬間みたいな感じになっちゃって、うん、でマスカーフで命がけこだわってしまって、これはもう大きな一手って感じだよね。あれ AI このターン評価してくれてないAI が間に合わなかった。あれか、候補集の3つに含まれてなかったもんね、羽ばたく紙バックは。あー確かに、だからちょっと待ったってなってんだろうな、うん、じゃあこれもう壊れてるから×で×でこのターン×。そして次のターン高井さんは引っ込めるしかなくて穏やか水君にバック、そしてオロシポンズさんの羽ばたく紙はムーンフォースを押して急所に当たって、急所でかい、大きいね、てかめっちゃ硬くね、穏やかだからクソ硬いめっちゃ硬い、まあ、D めっちゃ振ってるだろこれそしてこのターン高井さんの水君は絶対レード 89%、 これは正しい。まあそうだね、ネット押しても変わんないし身代わりも吠えるも変わんないから正しいか。でオロシポンズさん側は電磁波 81%、 どっちの方がいいんだろうあんま大差ないような気もしちゃうけど、電磁波たたり目を押しに行けるのとレードの命中率下げれるのとガチグマで上取れるようになるのとで、一発被弾が一番まずいから電磁波の方がいいんかなやっぱり。まあこれは合ってるな両方。じゃあ両方とも丸で、形勢判断の3対7は合ってるのかな。もうちょっと高井さんが振りそうに見える。そうだね、もうちょっと低そうかなっていう気はするけど、不利なのには変わりないから丸にしとく。まあまあこれぐらいは形勢判断はちょっと緩くいこうということで、羽ばたく紙は電磁波、しすみくんは高井さんめっちゃ祈ってるけど、鬼の祈り、絶対レード当たらない。うん、まあまあまあ2割だからね、2割、まあ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 。でこの次のターンは高井さんは絶対レード、オロシポンズさんはたたり目、まあこれは両方ともこれ以外ないな。で麻痺しだから形勢判断もちょっと不利になってると。まあなんならガチグマの技圏内に入っちゃうとガチグマは一発殴れないとかも大きいのかなっていう。このターンは全部丸でいいか、まあ、確率はもっと全部高いだろうって思うけど。では次のターン技神たたり目からの水君絶対レード外し、はい、そしてこの次のターン絶対レード 95%、 もうレードしかないな。ただもうこの時点でオロシポンズさんが押しミスしない限り勝ち確だな。たたり目でこれ落ちるのかな、落ちなくても第一圏内ではあるから。
ムーンフォースわざわざ押す必要もないもんね。このエザルにたたり目からのムーンフォースで落ちそうだし。じゃあこれは両方とも丸で、形勢判断はもう勝ち確だから100-0なんだけど、まあ丸でいいか。丸ということで。そして羽ばたく神のたたり目、ギリギリ耐えられて絶対霊道3回目も外すまあまあ当たったところでではあるけど、ここでスイ君なぜか熱湯が一番上に。このターンは別に勝敗には影響ないが、一応レードかな、打つなら。だから高井さんは×で、おろしもんさんは丸で、形勢判断も丸。ここムーンフォになってんのすごいね、地味に。畳みをしたらこのヤザルバックにダメージが少ないから、でスイ君も倒せるしムーンフォースでいいという。でまあムーンフォースでスイ君倒してこのヤザルが出てくると。そして100-0 すごい100-0になったここ正しいな、ついに100-0。こだわってるから無理ですっていう、まれに見る価値格ということで。激輪選択あるのちょっとウケるな、テラスしてくれっていう。そうじゃん、羽ばたく神ドラゴンテラスだから、ドラゴンテラスしてくれたら激輪で。あでもそれだったら裏のガチグマ考えるんだったらインファイとかいい気するけど、ドラゴンテラスなんかしてくれて、でここのムンホで C 下がって負けん気で A が上がってインファで、ガチグマもインファイトでワンパンしたら熱かったけど、それだったな。そんなわけなく、そんなわけもなくこの2ターンはもう、まあ、一応丸丸って感じか、ムンフォ。そうだね。1回戦の結果としては丸27個、×10個、三角2個、てか結構いいな。7割ヒットだったらすごいんじゃないか。いやすごいね、7割ヒットはなかなか、多分将棋の AI も最初こんなに高くなかったよ精度。最後ちょっと飛ばして決勝の3戦目、1本ずつ取ってて、これ勝ったら竜王。形勢的にはさすがにガオガエンの方が有利だろうということで、両者の AI は選択は丸で、形勢判断は×。最後ゴールドラッシュでガオガエン削って、ガオガエンの畑落とすで、サゴがめっちゃ削れてメガネも失うと。さっきの試合ではトリックで孫の実を奪って回復してもう一回畑を耐えるという華麗な立ち回りだったけど、これ乱数がさっきよりか多くなってたせいで、だから畑が耐えなそうっていう、あと一応フレデラ打たれるっていうタグもあるから、一応回るということで。交代ウラオスも×かな、形勢判断はまあ丸かな。今回はサウゴーが引いて海流を出すと、相手もさっきのトリックをケアしてドヒドイデに引くと。海流引きウラオ引きとかに対しても一ターンもらえる。ドヒドイデはノーウェポンだからサウゴーには何もできなくて、でも海流には毒毒を押したいと。毒毒毒ビシいいんじゃないか別に。ドヒドイデ側は丸、サウゴー交代自身、まあこれもいいんじゃないか。サウゴーがほぼノーリスクで出せるから足立みずきさんの方が若干有利かな。メガネないからサフゴーでウシドイでね、アドバンテージあんま取れないから、まだ五分感あるけど、あれでいいや。でこのターンはサフゴーに引くのが安定だよね。まあサフゴー引き、あとひどいではサフゴーに無効化されたくないから、まあ毒ビシでウーラオスのタスキとか削っておくと。でドヒドイではサウゴに完封されてるから交代しなさいって言ってますね。これは別に両方とも間違ってない。サーフゴーはまあこの対面だったらノーリスクで自己再生を押せるから、まあ HP 取っとけばまあなんかいいことあるだろうな。 TOD もろもろが起きる可能性はあるから、まあ、おかしくはない。じゃあこれは両方とも回る。で形勢判断は、まあまだこれはアダムさんに寄ってるよりだから、まあいいんじゃないか。じゃあ形勢判断は丸ということで。そしてこのターンは田中さんがドヒドイで下げてラティアス。いやここ痺れるね、もう再生一手読みでガエンの HP 大事だろうっていうので即ラティ引き。1戦目はパオジアンがケツすぎて波動弾通すっていう選択を強いられてたから、ガオガエンの HP は大事で、こっから1戦目のあの波動弾の悪夢の卓球が始まると。そして AI は交代ガオガエンで、ラティアスじゃサウゴを突破できないよ、ガオガエンに引かないとまずいよって言ってきてます。そんなわけはなくて絶対テラス瞑想とか、まあ波動弾とかもろもろでいいはずだから、まあ、これはめっちゃ罰。サーフゴー側のシャドーボールもどうなんだろうね。まあまあこのターンは別にシャドーボールでもいいのかな。足立みずきさん側の鋼テラスしたラティアス倒す手段がウーラオスかパオジアンだから、それをうまくいい状態でラティアスと対面させないといけないから、とりあえずウーラオスじゃ絶対ドヒドイで突破できないから、ウーラオスだと負け確だね、こっからだと。だからまあ裏パオジアンしかないだろうと田中さんは考えているんでしょう。これ海流引きとかもまああるっちゃあるんだよね。全然アンコールしてからいい感じにパオジアン出すとか。シャドーボールでもいいんだよな。でもじゃあ三角で形勢判断はまだまだパオを場に出せば有利だからな。
山あるということで、して田中さんのラティアスは鋼テラス、して瞑想。このタク AI 見えないんだね。一番 大事なターン、まあ瞑想または波動なんだけど。でこれシャドウボール、シャドウボールを押すと、まあ、特にこのシャドウボールもね、あの波動弾連打を見てるから押したくなるもんなっていうのもあるし、一旦ちょっとね様子見ることはできるしな。してこのターンは瞑想が最前提、サーフ号はシャドウボールが最前提。ここでトリック見えてんのすごいね。隠密マット持ってるからシャドウボールが D ダウンが狙えないから、だからトリック押しましょうって言ってんのすごい。両者 AI は丸で、形勢判断はサーフ号が生き残っててパワーがバーに出せればアダムスさん側が有利だから、ここも形勢判断は丸でいいでしょう。そしてここはサーフ号トリックで隠密マントを取り上げると。そして、まあ、シャドウボールで D が下がるようになったってことで、まあ、トリックも打つ必要ないからシャドウボール優勢で、ラティアス側の選択肢にもまだ波動弾は出てないんだ。常に出とくべきだと思うけど、やっぱ1戦目のさ波動弾ぶち当てがあるせいでさ、候補手もクソもないというか、まあ、足立瑞希さんはもう怯えてるからね。いやそう、あ一応多分即海流引きからナンコールとかが安定では、まあ、あったのかなっていう気はちょっとするけど、この状況においてはまあ両者丸で、形勢判断もまだ丸ということで。そしてこの次のターンはラティアスミストボールを押している。サウゴが HP 半分ぐらい削れて、ラティアスは HP が67削れて、この状態でパオジャンと対面するとテラスタルなしで噛み砕く上でやられちゃうもんね。まあ、テラスタルは切るだろうけど、あとこのミストボールは多分海流引きでアンコールされる展開を嫌って打ったんかな多分。でこの次のターンは AI の計算が間に合わなかったので×です。すぐ自己再生を押せるのすごいけどね、田中さんもこれパオ引かれたら相当まだ結構まずいと思うから。この次のターンはラティアスは自己再生を選び、サーフ号も自己再生を選ぶ。そしてこのターンはラティアス瞑想 65%、 ミストボール 35%。 もうここまで来ると海流に引くぐらいだったらパオに引けばよくなっちゃうから、そろそろ勝負の分岐点が近づいてる感じか。まあ、候補手が一番がシャドウボールなのはもうなんか仕方ないような気もするよね。ゴールドラッシュとかトリックはもうないから、シャドウボとパオジアンバック2択ぐらいまで仕事をする、そうね、そのどっちかだろうっていう。まあ、一応海流引きしてそこにミストボール食らったとしても、次引きとのタクがもう一個あるから、海流引きは1個タクを遅らせることはできてる気がするから、まあ、パオ引き海流引きシャドウボールみたいな。でも海流に引いてもさ、そこから波動弾連打で割とよくね。あ、まあ、いやそれアンコールして跳ねして、はいもう一回チャンスみたいな。じゃあ田中さん側の選択は丸で、足立瑞希さん側は、まあ、重要な波動弾とかパオジアンバックのタクが出てないので三角ということで、形勢判断も、まあ、ギリここは丸で。そしてこの次のターン、ラティアスついに見せた波動弾。ここで波動弾見せるのもな、熱いよな。この次のターンは AI の計算が間に合わなかったので×。波動弾見せたか、見せてからの即瞑想ね。で、ラティアスの瞑想で、サウゴーはシャドウボールを選択。そして AI の計算が間に合わず×。そして瞑想、シャドウボール。ラティアスの HP 半分近く削れて、自己再生のタイミングがやってきたんですけど、AI は自己再生を3番手に表示しています。じゃあ波動弾は考えてくれてないんだな、やっぱり。じゃあこれもさっきの評価と同じで両者三角、形勢はほとんど変わってないのでもある。この次のターンはラティアスミストボール、めっちゃ積んでるからサウゴ半分削れると。サウゴのシャドウボールが急所に当たって D、 そして D も下がる。これ相当変わるんじゃないかな。これ相当波動弾だけどね。相当波動弾怖くなくなってるけどね。そうだね。でも怖くなくなりすぎて逆に怖いみたいな。いやまあわかるけどね。わかるわかる。次のターンは AI の評価的には両者自己再生を選びなさい。まあ、自己再生選べっていうのはわかるけど、まあ、波動弾をやっぱ常に出してほしいから。これもまた三角かな。こっからも波動弾とパオジアンの選択が出ない限りずっと三角だね。ここで海流引き出てんだ。再生打たれなかった時にテラス神速で倒せる HP だからってことかな。このターンにおいては足立瑞希さん側の AI は丸なんかな。ああそうかもね、確かに。形勢判断的にはまあ急所当ててさすがに有利傾いてるから丸で。そしてラティアスは自己再生、サーゴはシャドーボール。ここでさらに特防が下がると。まあ、下がっても倒せないけどね。もう倒せないけど、まあ再生のタイミングが増えるからね。波動弾打たれづらいタイミングが。そしてまた
形勢判断のパーセントも AI の技の選択も元に戻ってしまったので、三角三角丸で。そして田中さんは瞑想、サーフ号はシャドーボール、さらに3連で D が下がると、バント取ったのが生きてます。あと地味にミストボールで C 下がんなくなってるから、ああそうだね、それもいいように働いてるね。このターン田中さんの方が形勢判断有利になってる。本当だ、なんでだろう。あれかな、瞑想積んでサーフ号倒せるようになったんかな。これ倒せるんかな。このダメージの次にさらに1段階上がってるから、まあ落ちるんじゃない。まだ有利だよ、そこにパワー合わせたらまだ分かんないからね。じゃあここは形勢三角にしとくか。そしてラティアスは次自己再生、サーフ号も自己再生で HP を管理していくと。そしてこの次のターンはまあほぼ同じだね。田中さん側に傾いてるから形勢判断は三角だな。そしてラティアスはミストボール、サーフ号に半分入るようになりました。サーフ号のシャドーボールが今回は特防が下がらないと。計算だ、めっちゃ傾いてるけど、今これで完全に5分になった感あるな。ああもうはい、ここタクですってなってる。AI は多分パオジャンバックの存在に気づいてなくて、ラティアスでサウゴを倒せるようになりましたってだけだから、サウゴ切っちゃうとな、運良くない限りもう負けなんだよな。田中さん有利なタクではあったけど、結局ここの5割とその失敗した上で運ゲーがあるって考えると、まだアダムスさん有利なんだよ。じゃあこの形勢判断間違えてるということで×だね。でお互いの選択はもう三角で、上でミストボールでサウゴを倒して数的有利取ったのは田中さん。まあ、これで一気に傾くはず。マシン出しパオジャンが出てきて、ガオガエンバック 79%、 テラスタル噛み砕く 62%、 これは正解で、形勢判断的には相当田中さんに傾いてると思うけどな、もうこの時点で 54% じゃ足りない。足りないね、もっと有利だ。じゃあ三角で、この次のターンはラティアスをガオガエンに下げ威嚇を入れに行くと。そしてパオジャンはテラスタル噛み砕くでガオガエンを削り、マゴの実をまだ食べない、ギリギリ食べない。このマゴ残ってるのでかいな本当に。そしてこの次のターンはガオガエンフレアドライブ 52%、 パオジャン噛み砕く 75%。 フレアドライブなわけないな。これはこれは最前提は交代度ひどいで、まあ、ドヒドイで交代、その海流引きされたらもう終わってしまうという。パオジアンも噛み砕くが最善なのか、これ。それも諸説あるね。むずい。まあ、タクだけどね、一応。ドヒドイでに引いてくるんだったら、噛み砕く打った方がまだいいのかな。そうだね。とりあえず、田中さん側の AI は×か。で、足立みずきさん側は、まあ、丸ということで、形勢は丸だね。ガオガインをドヒドイでに引き、パオジアンは噛み砕くを選ぶ。程度ひどいにまあ半分近く、これ乱数かな。乱数かもしれん。よっぽど上の乱数引かれない限りは次も耐える。まあ怖いのは急所とか B ダウンからの次のターンだよね。そしてこのターンはガオガエンバックが 70%、 パオジャンは噛み砕く 100%。 まあ合ってるかな。海流引きして自己再生打たれた日にはって感じだしな。ここはもう噛み砕くで行くしかねえ。では AI の評価は全部丸かな。がしかしここは海流を繰り出して読んでいる。ガオガエンに引いているので、さすがです。これ読む、これ読んでるのマジすごいけどね、これ。ぴったり合わせないと厳しいっていう判断だ。これでまあ海流に威嚇は入ってるけど、地震がガオガエンとドヒドイデに一貫してて、でここでそれをケアするのにラティアスに引いてきたらパオジアンを釣り交換すればいいという。足立みずきさん的にはいい感じの状況になってる。てか交代パオジアンがここでちゃんとあるんだね。ここはそうだね。これはあるんだ。ここの釣り効果はあんのかい。これはあるけど、田中さん側に交代ラティアスがないっていうよくわかんないことになってる。確かにどうなってんだこれ。うん、じゃあ田中さん側は×、足立みずきさん側は丸だな。形勢的にはこれもうこんなに田中さん側に傾いてる。いやまあでもこれぐらいなんじゃないか。タク相当合わせないといけないから、から釣られてもまだ外縁に引けるもん。だって釣られなかった瞬間もう勝ちだからみたいな。じゃあこれはまあ丸で、そして次のターン海流引っ込めパオジアン、田中さんはうなだれているのでここはラティアスを出しているでしょう。この2ターンの釣り交換エグいマジ。まあ田中さん側ガオガエンに引くしかないでしょう。とひどいで引いたら死んでしまいます。田中さん側の AI は丸、町水木さん側のパオジアンもまあ丸、まあ、ガオガエンに引っ込め噛み砕くを受け、まあ、6で耐えて孫の身を耐え、あだ ー防御が下がる。だーだー、これはまずい。ガオガエンで突っ張れなくなってしまって、まあほぼドヒドイデに引く一択になっちゃったのかな。これでそうだね、まあ引かなそうじゃなくても引いてるのかなっていう気はするが、
これでガオガエンが畑落とすかフレアドライブを選べって書いてるけど、いや死んじゃうやん。だからこれは罰で、噛み砕く 100% は OK で、形勢はどうなんだろうね。いやさすがに田中さん有利からこの AI は罰だ。さあここはパオジャン素早さ順で突っ込んでるのが分かり、田中さんはドヒドイデにバックと、そして噛み砕く 100% がドヒドイデに、まあまあこのダメージで防御は下がるが、これは次倒れるから関係ない。これは関係ない。 AI は交代ガオガイン 100% 噛み砕く 100%、 なんかマイナス1を耐えない HP のガオガエンでマイナス2なら耐えるっていう時は釣る価値が出てくると思うけど、現状マイナス1の噛み砕くも耐える HP はガエンにあるから釣る意味ない。形勢がほぼ五分五分になってるけど、いやまだ田中さんだな。いや罰かな。ここでドヒドイデを引っ込め、ガオガエンを出し、まあ威嚇が入ってさっきのダメージ的にはもう一回耐えるから、まあもう一回ドヒドイデでわちゃわちゃみたいなはできる。もう次の噛み砕くはどうあがいても勝てない。毒ダメ的にはあと3ターンかな。そうだね、もうこのあと3ターンしかないっていうのがでかすぎて、パオジャンがラディアスを倒すために場に生き残るターンがもう足りてないんだよな。急所で飛ばすしかないというシーン。そうだね、なんか畑とかフレドラとか言ってるけどドヒドイデ引きですね。パオジアンがどこかのシーンで急所を誰かに当てるという前提だったらもう何をしても勝てないってことか。まあそれだった場合はそうだね、勝てない。だから急所以外で絶対に勝てるドヒドイデバック、田中さん側の AI は×で、パオジアンの噛み砕く 100% は回る。まださすがに田中さんのが有利だから、これは×で、もうずっと有利だけどね、パオジアンが場に出始めてから。さあそしてガオガエンは引っ込めドヒドイデを出すと、ここで急所に当たらなければほぼ勝ちだけど、急所に当たってしまい試合を決めてしまった。急所当たってなかったら田中さんの勝ちだね。ここでしかないところで急所に当たってしまい、これで形勢判断がまあ84-16%。してまあここはラティアスを場に出して交代ガオガエン。交代ガオガエンはダメだろ、突っ張られたら死んで TOD されるから。そうだね、じゃあここは罰で、噛み砕くも罰。威嚇入っててラティアスに噛み砕く耐えられて波動弾で倒されるから両者罰絶対にやっちゃいけない両方とも最終局面でお互いプレイするっていうそして形勢判断は最善の AI を無視してプレミしないんだったら足立みずきさんの勝ちか。これ TOD 込みで勝ちっていう話だから AI 判断できてないのか。そう、それもどうなのっていう。相手全滅させる立ち回りしてる。まあそれだったら噛み砕くは正しいけど、ガオガエン交代は絶対におかしい。 TOD 込みでもう 100% になってるよね。そうだね、ここから海流出してラティアスにアンコールして時間使って羽休めでいいから。じゃあこの形勢判断ほぼ合ってるけど、形勢判断だけ合ってる。多数的不利を巻き返した足立みずきさんは TOD するために海流を下げてアンコールの構えと。そこに合わせて瞑想してんの強いね、ここ波動弾じゃなくて。まあまあまあマジで強いわ、まあまあまあ、これそこしかないからね。ここでもまだ拾うの諦めない瞑想。そしてここは今更すぎるけど波動弾一番上に出してくんの。そうだね、てかもう波動弾じゃなくてミストボールでいいしな。まあアンコールが最善なのは正解だから、田中さんの AI は×、足立みずきさんの AI は丸。形勢なんかちょっと傾いてるけど、 TOD を考慮してないのであれば、まあ、波動弾もわかるしパオジャン交代もわかるんだよな。 TOD を考慮してください。これ違います。まあ案の定瞑想をアンコールされてしまうと。そして次のターンは候補手が出ず×です。まあもうアンコールされた時点で TOD 的に田中さん側の勝ち数字はゼロかな。その次のターンラティアスをガオガエンに下げると海流が神速を押していてガオガエンが倒されてしまい、ポケモンの数でも TOD に勝てなくなってしまいましたと。瞑想で突っ張ってたとしても神速を受けてなんか暗号切れそうなタイミングでパオジャン投げて噛み砕く打たれたら、まあ、勝てないから結局 TOD には。ということで長い長い対戦29ターンの末に勝ったのは足立みずき選手でした。いやーこれはすごい対戦だった。はい、ということで竜王戦の配信卓
全9試合の AI の評価を集計したところ、正解の評価をしていたのは212ターン、不正解の評価をしていたのは102ターン、どちらとも言えない評価をしていたのは34ターン。割合で言うと正解のターンが 60.9%、不正解のターンが 29.3%、どちらとも言えないターンが 9.8% でした。ポケモン AI の正答率は60.9% でした。甘く判断してる部分も正直あるはあるけど、まあ、どんなに低く見積もっても半分は合ってる。まあ、今回の検証で分かったのは、 TOD の勝ち筋はさすがに判断できなかったというのと、 BO3 で1戦目読まれたから読みづらくなってしまうみたいな、そういう心理的なものは人間にしかできないかな。まあ、それはね、やっぱ人間と AI の一番の差だと思うから。まあ、あとはやっぱサイクルはむずいね。そうだね、卓が多すぎて、その先の先の先を行く卓まであったりすると、例えばラティアスでサーフ号に波動弾打つとか、うん、そこまではやっぱり AI じゃまだ学習しきれてないのかな。何に交代すればいいのかっていうのと、相手の交代に対して何を合わせたらいいのかっていうとこまでは、まあ、まだ読み切れてないって感じだけど、まあ、でも対面対面で見ると、まあ、割と結構合ってたのかな。そこで丸を稼いでたんだろうなっていう感じかな。初回にして 60.9% 合ってるっていうのはすごいと思うから、もっと進化して配信卓を盛り上げてくれたら嬉しいですね。そうね、 WCS とかちょっとダブル難しいんかな。ダブルちょっとシングルより卓多すぎてこんなんできるのか分かんないけど、公式の AI のこれ見れるシーンはいっぱいあった方が嬉しいから、今後やってほしい。逆にダブルだと AI 対応できなくて、この AI 作ったのに使わないのもったいないから、シングルの大会もっとやろうってなってくれたらいいですね。公式大会楽しみにしています。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。お願いします。